お水を入れていきたいと思います。濡れてません。ゼラチン玉を紙コップの中に入れました。じゃーん、こんにちは、船橋児童ホームです。今日はお家でできる簡単なマジックを紹介したいと思います。それでは現場の船マジックさん。はい、こちら現場の船マジックです。今日ご紹介するのがこちら、濡れない新聞紙です。ここに新聞紙があります。この新聞紙を折っていきます。そして魔法の呪文を唱えます。船橋マジック、船マジック、船橋マジック、船マジック。はい、これでこちらの新聞紙が魔法の新聞紙になりました。そしてこの新聞紙にお水をこのね間のところに入れていきたいと思います。はい、全部お水が入りました。それでは濡れてないか確認していきたいと思います。じゃんじゃんじゃーん、裏も表も濡れてません。これが船マジック。はい、それでは濡れない新聞紙の種明かしをしたいと思います。準備するものは新聞紙と紙コップ2つです。そしてこの紙コップなんですけど、1つはお水を入れて、もう1つの紙コップは見ると分かるんですけど、少しハサミで切ってあります。小さく切った方に新聞紙の裏にこう隠して持ってたんですね。こんな感じです。そして折っていってお水をこうやって入れていました。全部入れ終わったら空の紙コップに入れてしまいます。そして下げてこの新聞紙を全部広げても濡れてません。これがフーナマジック。それでは次のマジックに行ってみましょう。はい、今度は卓球室にやってきました。次に紹介するのが消えたピンポン玉です。はい、ここに紙コップが3つあります。このピンポン玉をこの紙コップの中に入れました。それではシャッフルしますのでよーく見ててくださいね。あ、そうだ、大事な呪文を忘れてた。せーの、船橋マジック、船マジック、船橋マジック、船マジック。はい、これでマジックの魔法がかかりました。いくよ。はい、さっき入れたピンポン玉の紙コップはどこでしょうか。この紙コップの中だと思う人。じゃーん、ありません。ではこの紙コップの中だと思う人。じゃーん、ありません。では最後の紙コップの中を見ていきたいと思います。じゃーん、ありません。最後に紙コップを重ねて魔法を解きます。するとじゃーん、出てきました。これが、それでは消えたピンポン玉の種明かしをしていきたいと思います。種明かしでは分かりやすくピンポン玉に色がついています。準備するものは紙コップ3つと玉1つです。そしてここがポイントです。紙コップの1つに切り込みをハサミで入れてあります。そしてこの
切り込みをキュッと押すとこうやって球が持ち上がるようになってるんですね。ではちょっとやってみます。入れます、シャッフルします。ここを持ちながら、はい、ないですね。そして重ねて魔法を解くとじゃーん出てくるよという仕組みになっています。これがフナマジック。はい、では現場からはフナマジックがお届けしました。フナマジックさん、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。